はい、どうもお疲れ様です。ガイです。リファイト。ということで今回の動画はリファイトクラブの受講生ガイとしてのメッセージになります。先ほどね、リモートレッスンの模様ダイジェストでお送りいただいたのがあったんで見たんですけども、いやなんかね、面白いですね、やっぱりね。なんか体からこうワクワクしてくるっていうか、まるで映画を見てるような印象でしたね。あ、これ俺がやってんだみたいなところと、あと実際私は今年、令和5年の1月まで、シャドーボクシングなんてね、全然やったことがないし、まあそうですね、反復横跳びもやったことがなかったです。もう中学校とかあのあたりからずっとじゃないですか。で、この、リファイトクラブに参加して、最初はね、私のコンディションを測るためにリモートじゃないですか。だから実際に見たり、こう確かめたりできないんで、反復横跳びをね、ちょっと応用したレッスンをリモートで見てもらったんですよ。まあその辺からスタートして、今はね、シャドーボクシング2分2ラウンド、当たり前ですからね。リモートレッスンの時に2分2ラウンドして、最後の方は結構ね、自分のフォームとか乱れて、やっとやってるような感じなんですけども、終わった後もちょっと体力残ってるんですよね。だから、回復が早くなったのかな。レッスンが終わって10秒ぐらいしたら、また体動かせるようになるわけなんですよ。継続してずっと動くのは、それはそれでね、ちょっとすごい消耗するのと、あと、実際に、相手がいる状態で、スパーリングをしたりね、ミット打ちをすると、打った時の感じるダメージ、反作用で、多分もっと消耗すると思うんですよ。だからその辺の経験は全くありません。なんせ私ね、今年に入って、キックボクシング始めてるんですけども、ミットを実際に打ったこともないし、サンドバッグにパンチをキックも入れたこともないですし、スパーリングなんてのも実際やったことないです。でもリモートで、どうですか？動画を撮っても、なんか自分でね、楽しめるぐらいにはなったんですよ。ですんで私はね、言いたいんですけども、40代、50代の方ね、今もし運動しなかったら一生しませんよ。ね、それでもいいんだったらこのリファイトクラブを素通りすればいいと思います。でも、まあ、今が最後のチャンスかなと思ったら、ぜひね、その門を叩いてもらいたいと思います。体験レッスン最初の1ヶ月だけでもいいんで、やってみるといいと思います。僕もね、動画の中で言われてましたけども、まず瞑想するだけっていうね、最初の2分。これはできるでしょう。次に準備体操。これもおそらくできると思います。その後にちょっと専門的なトレーニングがありますけども、頑張ってそれもついてきていただければ、実際のシャドーボクシングのレッスンと、最後の、もしかしたらシャドーボクシング、ここに少しでも、付き合うことができるんじゃないかなと思うんですよ。そして今まで自分のなんかね、見たことがないような姿をご自身で見てもらいたいと思います。このリファイトクラブリモートレッスンっていうのは素晴らしいところはね、5分前まで全然違うことをやっていた自分に対して、ジムがスマホからやってくるんですよ。ね。すごいでしょ？だってズームにログインしたらその瞬間ジムですからね。で、リモートだけども、ヘトヘトになります。体むちゃくちゃ使います。つまり、その分だけ鍛えられるんですよ。リアルなジムに行くのは、さすがになぁと思ってる人も大丈夫です。だってね、40代、50代で、実際のジムに行くことを想像してくださいよ。もう若くて筋肉ムキムキでやり気のあるやつがバーッと揃っていてね、その中で、ヘトヘトになってるわけですよ。40代、50代は。でも、リモートだと、誰にも見られることなく、プロの指導が受けれるわけですよ。これは得ですよ。だから、無料体験だけでもね、やってみてください。多分、その無料体験ですらやらないということは、一生格闘家にはならないし、一生もう運動はしない。ね、成人病と、糖尿病と、肥満が目の前に迫るということになります。ね、健康診断が怖いでしょ？で、私はね、本当にね、この今ね、自分が、ストライカーって言うんですけども、キックボクシングの選手なんだなっていう気持ちもだいぶ高まってきてるんですよ。こんなの人が言ってくれることじゃなくて自分で確認することですからね。で、どんな時でも力強く生きていきたいなっていう姿がなんか内側からね、ふつふつと湧いてきますね。うん。だからその精神の鍛錬にもなりますし、この人から教わってるんだっていうね、安心感も大きいです。ぜひね、私も第1号の塾生として、受講生としてね、頑張ってます。もう試合が間近です。ね。試合出れると思うんですけども、でもすごくないですか？ 50 過ぎてね、未経験の私が試合に出ようかって気持ちになってるわけですよ。反復横跳びから始めて。いやー、こういう風なね、未知の自分に出会う場所。それが、
リファイトクラブです。もう一回戦ってみよう、そういった気持ちを込めてリファイト、俺たちはまだ戦える、お待ちしております。